うございます。ギフト。よいしょ。電気をつけてみました。こんばんは。ピカーン。ピカリ。これちょっとピカリすぎるな。ありがとうございます。レインボースターとか。電気ありがとうございます。こんばんは。制服の目は、いやなんか結構危機感感じてるわ。覚えれ全然覚えれない。 ちょっとね、そろそろ山ごもりですね。本気で本気の。練習してるよ。今も練習してた。山ごもりです、もう。本気の。もうレッスン場に住むので、ちょっともうちょっとしたらよろしくお願いします。<laughs> 今日もかわいいなって。嬉しい。頑張れ、頑張れ、こうちゃん。ありがとう。すごい、褒めてくれる。頑張れ、ありがとう、しげちゃん。こんばんは。 幸姫様、幸姫様久しぶりじゃないどうですか元気ですかこんばんはまあ、いけるっしょ、いけねーいけね、なんかそう、やったことある、コンサートとかでやったことある曲が多すぎて、ちょっと余裕をこいてる気がする怖いです、ちょっとそろそろ本気を出して頑張りますやばくないですか いつかもねあるので公演がね何が難しいえダウトえなんかうわめっちゃしんどそうなのはジェラシーのジェラシー <laughs> でもダウトマジでもうややこしすぎてずっとなんか苦戦してる頭もねしんどそう頑張るよー ですすが頑張りますあとあれもややこしいわ楽園の階段もややこしかったなピノキオはねいけるんよピノキオはねやったことあるからなんいけると思う <laughs> 楽園の階段とダウトがややこしいめっちゃややこしいって感じ <laughs> ですが頑張ります サンタン可愛いいありがとうございますおしりんスペシャル楽しみーってことちょっとね本当とね今日さ今日ルカさんがね遊ぼうって遊ぼうよみたいな遊びのお誘いをいただいたんだけどね声優グラム練習してるから遊べなかったの悲しい、えー、今日はね会えなかったのだから <laughs> ですすが頑張りますそうまたねちょっと機会があったら会いましょうって連絡してきてくれたよ可愛くないあ,ありがとうございます悲しいんだけどもうしょうがないからこれに関してはちょっと本当に連絡してきてくれましたありがとうのろっちゃん <laughs> そう岐阜でねイベントしてたんですよね イエーイ。行った人いますかルカイベ。ルカイベ行った人いますかマジで。え、なんか、おシのお家で写真集見たんよ。<laughs> え、そうだよ。ルカさんから連絡くれたんだよ。可愛くないですか可愛いい。私たち、やっぱ岐阜だから、すぐ会えるからね。<laughs> そう。あ、行ってきました。え、すごい。え、行った人いるんだ。すごい、さすが。やっぱ岐阜だから。 すごいはーいって言ってる今日も可愛かったまあそれはねそれはねルカさんはめちゃめちゃ可愛いですからねきっとルカペイがしたかったんだね <laughs> いやそういうわけじゃそういうわけじゃないと思うえ車だよ私たち車なんで岐阜だとやっぱり基本的に車で会いますよもちろんそうすぐに行けられない人はねあれですけど可愛い,いありがとうございます いいなぁ、私も会いたかったー。会いたかったのめっちゃ。ねお誘いしたい。知らんかったからさ、ルカさんが岐阜にいるなんてこと。<laughs> そう、今日は駅の駐車場がいっぱいやった。えー、すごい。岐阜盛り上がってんじゃん、岐阜。そう、あ、そう、さんじゃないよとかも発表されて。楽しみ。楽しみなことがまた一つ発表されたね。あともう一個あるから。 いえお便りとかあるのかなあれお送るみたいなもうね楽しみですよほのちゃんとカイニャンとなのでぜひほかちゃん復帰スペシャルえちょっと何ですかねそれ超楽しみなんですけど超楽しみなんですけどペーパードライバーにはなってないえマジで私はねもうなんか普通に多分ね 今見てくれているファンの人よりも運転してる <laughs> 顔そりゃいすぎ結構ね結構ね運転してますねさすがにめっちゃいいメンツ本当イエーイオレ特配信さすがさすがですね推しが多いですね <laughs> こんばんはみんな運転してるペーパードライバーは誰ですよ ちゃんより運転してる自社、まあるまっそれはねそれはそうおうちゃんとご飯ん行きい行けてないのおうちゃんともご飯行きたいんですよでまだねこっからちょっと11月か12月にはちょっとおうちゃんとご飯に行きたいですはい <laughs> いいじにゃないよも収録じゃのこの間おしりんとのやつを収録しました <laughs> こんばんはこんばんはこんばんは最近車でどこか行った どこか行ったとかはないけど特に今運転中ええー、気をつけて運転して1日8時間は運転してるすごいなそれ結構一月に2,000キロえー、すごくないそれえー、車が車がすごいえー、すごいなそれもう調子乗ってた私全然一月にそんな運転できんわ ありがとう愛してるすすごいみんな <laughs> すごいいみんばんはこんばんはこんばんんなこここばばばははありがとうございますこうちゃんが運転したくなるように車洗ってあげたい嬉しい何それ超嬉しいオイル交換は最近しました実は <laughs> まあ私が何かするってわけじゃないけどね「画面告白ありがとう」「アバターキティちゃん」にしてみた。 かわいい,かわいいねこんばんは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 そろそろ冬タイヤに <laughs> えー、いいねそれえちょっと冬用のさタイヤマジ大事だと思うからはいひとつき2,000キロ ?2,000 キロ ?2,000 キロですかマジですごいなそれマジでオイル交換した同じやん同じ同じだね私たちオイル交換仲間 <laughs> あありりががととうさんインボースタ何かわいい車とにどんな車乗ってるんですかみんなはナンバーはココナでしょ <laughs> スタッドレスマジ私ココちゃんはタイヤ交換しないので冬になるとしなきゃいけないんだろうけどしないからもう冬は乗らないですなので怖いのでチュルリンってなる前にチュルリンってなるような日にはちょっと乗らないですね絶対。 その時はもう、あの、スタッドレスにしてる車。家族に送ってもらいます。<laughs> そう少しだけだよ、今日は。いえいえいえ。うん、うん、うん、うん。何。えー、バイクしか乗ってない、すご。バイクはね、本当に気をつけてね。本当に。怖いから。 私のお姉ちゃんはねバイクを乗ってたんですよ昔でねズルルルってなってねズルリンこうしたことあったからバイク乗る人はね気をつけてね本当にお姉ちゃんやばいんですよズルリンしてたから恐ろしい最近車運転してますよもう本当に気をつけて運転してますよはいオイラオイラ交換って何 え <laughs> え？バイクはねダメだよ。え、お姉はね、もう乗ってないですね。お姉はもう車です。そう。お姉はね、バイクに乗ってたの。大丈夫だよ。今も元気にね、元気に生きてます。はい。<laughs> 僕のお姉ちゃんもバイク乗ってて怖い。え、なんでそこ同じなの <laughs> え、何その、同じ関係性ですね。どこまで行くのえ、どこも え何どこに行くか何杉薬局とか杉薬局とか行くよ車乗って <laughs> 杉薬局知ってるみんな杉薬局杉薬局とか行きますえそうおねえはマジね小僧だから小僧元小僧だから今はねそうもう構成してるけど <laughs> リアルえ知ってる嬉しいめっちゃ嬉しい私杉薬局大好き近所にある え嬉しいまさかみんな、まあ、V ドラッグね V ドラッグ派ねちょっとねあかんね杉薬局派ですね私はちょっとそこは <laughs> 週2で行ってる週1で行くうんめっちゃ人気やん待ってむっちゃ人気やんけ <laughs> あ結構ねあの杉薬局青木青木ね青木青木も知ってるよ 東北にはありません。で、ね、何があるの？もうもはや。<laughs> え、杉原局ですか一番近いえ、杉原局ポイントはちょっと私のママしか貯め,貯めてないんですね。はい、ま <laughs> ず静岡は読めない。読めない。恐竜堂なんだろう。そんなに地方限定すぎん。キリンキリン何 <laughs> こんばんは。 えママとめっちゃ行くよ私買い物もはやママと結構杉谷局は行きますねポイントとか貯めますはいママが <laughs> えー、もう杉屋局だよみんな薬局大好き私はねおやつとかを買ってもらうのご飯とかなので <laughs> そうついていかないとダメでかおいら結構ね 袋詰めとかね、上手だよ。ちゃんとね、重たいものからね、チッチッチッって入れてね、プロだと思う、結構。ねえ、ブエトラ派多くない杉薬局ですよ。近くにないのか。まあ、近くにあるとこだよね、正直。正直ね、近くにあるとこだよね、やっぱり。偉 <laughs> いねって言ってる。ありがとうございます。そう、私はね、お手伝いしてます。ママがお会計してる間に、 どれだけ早く袋に物を詰めれるか勝負してるから <laughs> 素晴らしいでしょほんとに杉薬局で酒買うやめろやめろやめろ <laughs> めっちゃリアルやんみんなみんなねちょっと薬局愛用してて嬉しいわよかったなんか私だけかと思ってた車で杉薬局行く人 <laughs> みんなが行ってて仲間だね私たち薬局仲間だね みんんなな結構家庭的なんだ、ね、嬉しいわ <laughs> え。えそう薬局はねおやつとか安いからなんかコンビニでオイラ絶対レッスンとかの前におやつを買っちゃうんですよでもなんか池田とかってめっちゃ節約家だからなんかそうやって事前に安いところで買ったやつを持ってきたりしてたのねでさそれめっちゃうまいやり方だなと思ってイラらはもうそもそもモアとかに買ってもらって もうおやつ代ただみたいにしてレッスンに挑みたいのね実はそういうそういうことしたいなんか池田うまくやってる <laughs> そうジュースもね安いもう全部安いマジでもう池田賢いです家庭的なんですはいママペイであんまねちょっとママペイちょっとね最近ちょっとママペイしてくださいまたお願いします <laughs>

15分を迎えました。ありがとうございます。えー、っと18日ですね。ありがとうございます。今日はね。少しだけなんですけどね。見てもらえて嬉しいです。移動にタクシー使いませんよ。私歩くよ。めっちゃ。そう。この間もめっちゃ歩いた20。20分20分全然歩いてないか <laughs>？なんか？こないだ。 あのかじけんとかじけんを歩いた <laughs> えなんかねあのね何だっけ鶴るのかじけんからなんかどっかのかじけんまで歩いた <laughs> あのー、はしごはしごっていうかな,んか,なかったんだよねトッピングがなくて姫めたんと中坂とあのー、なんか歩きました どこあったったけなんか分かんない。オーストがんかおいらの知らない街知らない街ジケンはしごしたんだけどおいらはさまさかこんなに歩くとはそう S が売り切れでなんかあの人たちが歩,く歩こうってなったあの人たちがそうだから <laughs> みんなで <laughs> みんなで歩きました20分ぐらいでもあっという間だったねめっちゃ近かった そう名古屋だから岐阜は無理だよどこまで歩いたんだろうおいらはついてっただけだけど20分歩いたってことは知ってる <laughs> 友達が遭遇したらしいえそうなのやばいね遭遇だね遭遇私たちに遭遇したねんですかねイェイエイいイえ、ね、仲いいよえっちゃん仲坂とはね久しぶりに めっちゃお話ししましたね。中ちゃんはね、もう超ね、面白い。結構ね、なんか面白い人だなって思った。<laughs> え、そうだよ。ここちゃん、結構ね、日々歩いてるんですよね。なんかね、結構、よし、歩こうっていう気持ちになって、歩いてます。だからね、俺ら結構ね、5000歩以上はね、歩いてるね、だいたい平均。平均とか見れんのかな、これ。 あほら平均ココちゃんの平均歩数は6602歩ですはい <laughs> イエーイすごくないですかタクシー全然使わないよ <laughs> 結構ね6602ですでもねこれは少ないのかな結構ね歩いてる人からしたらちょっと少ないかもしれないね <laughs> 結構普通とか言われたひどいですねそうあの結構仕事に行く時とかも歩くようにしてるしあとねたーちゃんとるーちゃんの散歩に行く時も歩いてるから結構歩いてる <laughs> そうマジで今歩きやすいえそうなの季節がねマジで歩きやすいからおすすめ え一日歩結構頑張るねそれ確かにダンスもしてるからさダンスの時ってさ携帯置いてやるじゃん絶対俺らって考えたらさ8,000歩ぐらいはやってるんじゃないどうですかこの計算ダンスの時は携帯置いてるわけじゃん公演中とかってさ携帯置いてるし自主練習する時も置いてるじゃんって考えたらさ8,000歩いってますねこれこれは。 めっちゃいい,いい成績を出しています私は健康です <laughs> そうめっちゃ健康家から出なかったから今日400歩えっおいらねコロナ禍の時とかねマジあのね二桁台とか叩き出してたよ <laughs> 今じゃ考えないもうずっとコロナ禍の時おいらも出した時はもうほんと100歩ぐらい 100歩ぐらいの時もありました。それから今は、すごく成長を遂げて、今はね <laughs>。え、ダンスえ、ダンスめっちゃ消費してるよね。めっちゃ嬉しい。ダンスめっちゃいい。2桁割とあって、やばいやばい。だからそんなさ、ひょろひょろなんじゃないなんかね、ファンの人はね、絶対トーク会の時とか歩いてるよね、めっちゃ。 めっちゃ歩いてるよねあの日絶対1万歩ぐらい行ってそうえ <laughs> ねポケモン GO とかめっちゃ久しぶりに聞いたえおいらたまにやってますやってないかもうほ,ほとんどやってないでも劇場とかでたまにやったりしてますよやっぱ劇場はであのポケストップがなんか3個ぐらいあるんや何からたまにやってますはい <laughs> 1一日 DD するとやわすぎる えなんか推し多い人絶対1万歩行ってると思うやばいですね立ちっぱなしだしねめっちゃ運動いい運動じゃない <laughs> 幕張なぜか2万歩うん怖い怖いディズニーやん1日ディズニーおる時に叩き出る数字やん2万歩ってトーク会はさほぼディズニーやんそれめっちゃすごいやん <laughs> 2万歩ってやばいってすごいですね <laughs> えそうだよレーンぐるぐるでもさまあまあいきそう確かに結構マジでいい運動だよね <laughs> 運動しながら推しとおしゃべりしてめっちゃいい DD めっちゃいいかもね <laughs> それはあのね疲労感やばいよね絶対疲れて大丈夫かなめっちゃ寝るでしょ帰って え、あせ、しりらしいと。え、まじで、特ー会して、して、した後は、本当にあの、足に貼るやつ。休息時間みたいなのしてほしい。あれめっちゃおすすめ。俺、あれないと生きていけないのに、今ない <laughs>。マジ DD 健康法だね。これまじで。DD 痩せるね。<laughs> 最高だね。 でもねみんなには健康でいてほしいからそれもね許さないといけないよね本当に <laughs> 最高じゃん健康法 DD 健康法痩せますよ本当に DDOK、OK、ってことえ <laughs> えそういうことえ確かに物販で味のさシート売ったら絶対さ売れるよね 絶対売れるみんな足疲れてるもんもはやさ貼ってさ挑んでもいいんじゃないスースーしてスースーしたらめっちゃいいと思う気持ちいいからねほんと足がねめっちゃ休まるめっちゃおすすめ <laughs> 何これ買います買いま買ってくれますか買ってくれますかねココちゃん降臨 <laughs> えスースーするんよ 休息時間めっちゃおすすめ何で今日こんな暗いんだろうなんかもうクマができとるクマができたって感じの顔してそろそろ終わろうかなじゃあもう15分も経過しましたしね物販で押し売られるえ結構さ押し売られても実用実用性はあると思いますじゃあそろそろ終わりまーすみんなー あーちょっとしかできなくてごめんね眠いよ今日めっちゃ眠いねでもね毎日ねやることが大事だと,大事だと思うのでありがとうございます今日も見ていただいて感謝です嬉しいです頑張れよありがとうマジで寝る今日がねお昼寝してないのでまあ日々してないんだけどねちゃんと寝まーすありがとう 毎日見てくれて毎日ありがとうございます本当にありがとうございます頑張りますあとね本当に1週間後にはね完璧になってなきゃいけないということで頑張りますよ <laughs> えどうしようちょっと本当に頑張んなきゃあ,ありがとうみんな頑張るねあ確かに杉薬がちょっと待ってみんな忘れないで私が 杉屋局で買わなきゃいけないものランキング第一休息時間覚えといてくださいこれみんなもね買っといた方がいい <laughs> これ買い忘れないようにちょっと明日でも買いに行きたいと思いますこれから頑張るためにあと喉塗るマスクマジで喉痛いってなるから急に休息時間休息時間足に貼るやつマジであと あとね、喉の痛みのやつ、喉の痛み、喉を潤すマスクがあるので、メモして <laughs>、メモして、忘れないようにするわ、ちょっと。乾燥がやばい。貸し湿ぎしてます、ちなみに。と、その2つ、忘れないようにしていきたい。メモしました、ありがとうございます。ということで <laughs>、足入れらしいとね、足入れらしいとはね、あれ、贅沢品だよ。贅沢品なので。 あの本当にたまにしかダめ。<laughs> 明日告知の心の通りします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということでランキングを読みたいと思います。メモ帳にメモしたかわいい。ありがとう。<laughs> 13位がたちまね。ありがとうございます。イエーイ、えー。12位がね。ボブボブありがとう !11 位が勇気ありがとうございます。そして10位が。 もっちありがとうございます。そして9位が正し、ありがとうございます。そして8位がまーさんー、まさありがとう。そして7位が。え、7位8位7位はい。7位がほそぎ、ありがとうございます。そして6位がね。3。ターンありがとうございます。そして5位が0。編記ありがとうございます。そして4位がのろちゃんありがとうございます。 そして3位が顔面国宝ありがとうそして2位がね、ムームありがとうございますそして1位がシゲちゃんシゲちゃんありがとうイエーイということで最後にすぐショタイムがあります。ブーン、ブーンをお願いします。ブーン <laughs> ブーンじ末待つね、みんなのブーンをしっかり待ちます。今日はね、やっぱ時間に余裕があるので来、ね、きたー ブーン <laughs> イエーイ次はみんなの番ワ割が言うワ割と <laughs> 何があるかなあとあと何があるかなうんないねないねはい。 何、うん、かいつもポーズおんなじのしてる何 <laughs> <い>これ <laughs> ええー、ありがとうございますということで終わりたいと思いますみんな今日もありがとうございましたここの便り待ってますイェイイェイそれではおやすみなさい今日もお疲れ様でした バイバーイ、ありがとうね、バイバイおやすみ、バイバーイここの台より待ってます。